では早速ですね、2009年、春に発売したばかりのですね、新アブソルートシリーズを、ご紹介していきたいと思います。もう皆さん先ほど音を聞いていただいた通りですね、素晴らしいドラムになってますので、簡単に言いますと、もう音の特徴っていうのは、もうはっきりとした輪郭が特徴です。はっきりとした輪郭が特徴なんですね。もう叩いた時に何の素材か分かる、すぐ分かる。そしてはっきりと音が出るのでアンサンブルしやすいっていうのが特徴ですね。他にもですね、セールスポイントとしては、いろんな機能が隠されてますので紹介していきたいと思います。まずは、こちら目の前にあるものが、アブソルートシリーズ。そしてですね、ちょっとカタログの方をご覧ください。皆さん、カタログのですね、29ページにアブソルートのシリーズの、はい、この一番上に3つ載ってますね。そこをよく見ていただくと、オールメイプル6プライ6ミリって書いてありますね。はい、これはですね、メイプルというカエデの木で作ったシェルが、1枚のが1ミリとして、それが6枚重なってますよっていうことですね。となると、こういう板を6枚重ねてこういう風になってるというドラムセットになります。これで大体どういう音がするかっていうのは大体分かってきますね。そしてつけてる、サイズですね。これがサイズ、今本日お持ちしたのが14-6というサイズになります。他にも14-4という短いタイプ、そして14-7っていうですね、ちょっと厚めのタイプもご用意してますので、その音の違いをですね、ぜひもう一度先ほどご紹介した短いのか厚いのか、この反応が早いか、それとも良いものを使うという差が出てきます。はい、ではですね、ロンよりちょっと音をもう一度聞いていただきたいと思います。こちらがオールバーチ6プライ、そしてフープが厚いので、高音成分は若干強めに出ます。で、ここのポイントなんですけど、ネジが10本あるので、これはまた、次のコーナーでご紹介しますけど、10本ネジがあるので音が締まった感じのサウンドになります。まずちょっと聞いてみます。このアブソルートシリーズ、まあ、ヤマハにもう全てトータルするんですけど、輪郭がはっきり出て何の音が出てるのかっていうのはすごく分かりやすいと思います。だから何をやってるかという自己主張がすごく通りやすいんですね、ドラムのプレイヤーの方で、何を叩いたかもすごく分かりやすいっていうのがポイントになります。そしてこちらがメイプルですね。装備は一緒になります。こちらの方がちょっとどっしりとした感じで、これはもう突き抜けるような明るさ、パリッと感がすごく出ますので、こちらがメイプル。だから音の特徴、好きな特徴はメイプルっていうことは、メイプルを主体にいろいろ探していただくこと、そしてどっしりとして中音域がはっきりするバーチが好きだという方は、こちらのサイズで見ていただければなと思います。そしてヤマハのこのアブソルートシリーズで一番の推しているものがございまして、社長お待ちください。はい、お待たせしました。新しいアブソルートシリーズで、ポイントなのが、フックラグ、この部分をラグという部位になります。こちらがポイントなんですけど、見てくださいね。これを外しますよ。左に回すと緩めていくとだんだん外れるんですが、お分かりになりますか。
このラグをですね引っ掛けて最小限、音の最小限のところに引っ掛けて、音の邪魔にならない部分に引っ掛けてですね、オープンな鳴りをこれ作られてるんですね。他にもですねヘッド交換を全部外すことによってヘッド交換、まあ、ドラマしか分かんないですけどヘッド交換がすごく分かりやすい、音の特徴というのはこちらは、アブソリュートでも、元々のラグになってます。この違いっていうのはもう、こちらの方はどっしり低音がはっきり出たりとかですね、構えてるのでオープンな鳴り最小限に留めてるのでオープンな鳴りを求める方にはこういったラグがおすすめですね。あとはもうヘッド交換というのがポイントになってきます。長谷川さんは危ないのに慣れちゃいました。好きな、材はどちらですか。バーチナも結構バーチナの人気が先ほどの第1回の時も好きで、お客様はあメープルですか。2つで分かれましたねありがとうございます。本当に好みは本当に分かれますので、そのチョイスによってですね音楽を楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひアブソリュートシリーズドラムセットの方もさらなる進化になってますので、ぜひ興味がある方は終わった後ぜひお話ししたいと思いますので、ぜひ触ってみてください。ではですね、続いてのコーナーは、はい、次のフェーズですね。皆さん、その前ですね、はい、27ページをご覧ください。27ページのこちらのページを見てください。ヤマハがですね、2009年春にですね、出したこのアブソリュートにと一緒のですね同じぐらいにですね、おすすめするスネアのシリーズがございます。これをコンセプトスネアシリーズと題しましてご紹介していきたいと思います。このシリーズ知ってる方いらっしゃいますか。タイムということでありがとうございます。ではですね説明しがいがありますね。はい、ちなみにですねこちらのアブソルートシリーズはですね先ほど、見た目のそのカラーの部分でも23種類のカラーから選べますので、それでピックアップしていただきたいと思います。